こんにちは、寝起きのウルです。今回はですね、どうやら本日4月3日ウルワホエ1周年らしいです。来ました、1周年おめでとう。いや、1周年らしくて、なんか全然知らなかったんですよ。まあ4月ぐらいに始めたなとは思ってたんですけど、見てくださってる方がね、明日3日で、1周年だよーと言ってくれて、と思って。で、ちょっとね、昔のことも語りながら、自分のチャンネルのね、あれを見ていこうかなと思います。で、現在ね、チャンネル登録者数、1300人ぐらいです。で、動画が685本と、で、ここのところにはね、90% 青鬼実況、5% パズドラ、2% カードゲーム、3% よくわからないって書いてるんですけど、もう今はもうそれ以上にもう、青鬼をやってる気がしますね。確かにこう書いてるもんね。4月3日に登録って書いてるんですよ。で、今が2022年の4月3日なんで、本当にちょうど1年ですね。で、ここあれですね、その下、今合計の全部の動画を合わせると728,230再生はされてるみたいです。動画はね、685本あります。1年365日なのに、685本あります。もう気が狂ってます。で、今はこんな感じでね、青鬼をメイン。まあ最近ちょっと闘争ごっこやったり、なんかうまい棒のやつとか語ってたんですけど、そんな感じで、青鬼をやってます。で、昔のね、動画をちょっと遡ってみると、遡ってみると、最初はね、こう、新エヴァンゲリオン劇場版の、グッズ紹介だったんですよ、僕。で、最近ハマってるデュエマのパックとか、こうなんかいろいろ系統が決まってなくて、ここのら辺はね、全然再生回数がなくてですね。まあ、この一番最初のはね、なんか、なぜかわかんないけど再生されてるんですけど、ここら辺は全然系統が決まってなくて、なんか、いろんなやつをやってたんですよ。流行りのやつとか、なんかサムネもゴミなんですけど、こうやってね、昔の動画はこうやって好きな遊戯王とかやったり、なんかモンストとかちょっとだけ弾いてやってたりとか、で、あとは花毛の数のギネス世界記録に挑戦したりとか、なんかいろいろやってたんですよ。で、そうですね。で、今は、青鬼になったと。で、人気順で見てみると、なんか、ショート動画、青鬼のショート動画系がめちゃめちゃ伸びてるんですよ、僕って。で、再生リストとかも一応作ってあるんですけど、まあ、ここ高く評価したところは、まあ、なんか適当に青鬼関係の人のやつをやってたりするんですけど、これは、あの人のかな。で、ポケモンユナイトとか、青鬼 X とか、まあ、いろいろやってますね。食べ物シリーズってここね、ちょっと違和感みんな感じると思うんですよ。青鬼とかパズドラとかに。ここはね、ご飯食べるシリーズが謎にあるんで、これも気になる人はちょっと見てみてください。はい。こんな感じですね。いやー、すっごい、懐かしいね。もう1年とはいえど。ちょっと見てみようか、これ昔の動画1本。この一番最初のやつ。ちょっと途中から再生されちゃうかもしれないけど、一回見てみよう。こんにちは。今回はですね、僕が最近買った、って言っても2週間ぐらい前なんですけど、それのエヴァンゲリオンのグッズの紹介。テンション低いよね。めちゃめちゃに低い。バチクソに低いよ、これテンション。なんでこんなに低いかっていうとですね、最初清掃で売ろうと思ってたの。なんか誰にも、なんかなんか攻撃しないみたいな、なんか全員に刺さるようにしとこうみたいな、一応優しい感じで言っとこうと思ってたんですけど、なんかもう嫌だってなって途中で、なんかもう全然伸びねえしと思って、この清楚系だと思って、で途中で諦めてもう今のスタイルに戻りました。途中でね、どこら辺でなったんだろう。多分ね、これみんなに言う、よくポセイドンサデキチって出るの、この動画ですね。このポセイドンサデキチとさらばポセイドンサデキチ、これが原因です。で、ここら辺でね、始めました。この、青鬼オンラインを。青鬼オンラインをね、ここら辺で始めて、で、ここからどんどん青鬼が増えていきますね。で、青鬼以外もところどころやりつつ、青鬼も交えつつ、みたいな感じだったんですよ。で、ここですね、今更青鬼実況するパート1ぐらいから、今の僕の動画のスタイルの片鱗が見え始めます。はい。こんな感じですね。さあ、ちょっともう一個だけみんなに見てもらいたいものがあります。こちらです。はい、これですね。これ4月6日ですね。3日後ぐらいに、この3本しか投稿されてないから、3日目にして初めてチャンネル登録者数が1人になったんですよ。今じゃね、ちょっとみんなね、うわ、1人のところあるみたいな、ちゃんとスクショに収めてて、何回か記念的なタイミングのやつはね、スクショしてたりするんですよ。10人の時とか、100人の時とか、1000人の時とか。まあ、それ以外にもね、スクショしてたり、なんかめっちゃ増えてた時とか、1日でなんか30人ぐらい増えてた時とか、めちゃめちゃ嬉しかった時とか、スクショしてるんですけど、これがね、初めて1人の時ですね。
いやどうですか一応1周年記念動画として適当に何も動画ないのも寂しいかなと思ってとりあえずやってみたんですけど、これバレるね、自分の動画をちょくちょくちょっとだけ見てるっていうのがたまにね、どんな感じだったかなって、まあコメント欄とか開いたりでね、ちょっと再生してたりはするんですけど、いやこんな感じだね。1周年経って、まあここまで来たと。まあ、これからもね、どんどん頑張ろうと思うので、皆さんよかったらついてきてください。今日配信してると思うんで、多分1周年記念の。まあ、よろしくお願いします。ということで、バイバイ！